花学ペンダントに何かあった？そう、ならいいんだけど。スズムくんみたいにまるっきり知らない方が珍しいと思うけどな。清涼学園七不思議の一つじゃない。本当に知らないんだね。そうね、他には夜な夜な絵から抜け出す少女とか、最近では歩く人魚とか。七不思議なんてどんどん変わっていくから、いつでも同じ噂があるってわけじゃないんだけどね。スズムくん、学園祭用の学内新聞のテーマを考えてるんでしょ？それ、七不思議にしない？私もさ、最近気になってることがあるんだ。だからさ、私も、アキちゃんも取材協力するから、ね？大丈夫大丈夫、アキちゃんは大丈夫に違いないから、それにしようよ。私、麻生です。お嬢じゃありません。私、そんな取材はしたくありません。する理由がありません。地味かどうかは読者が決めることです。それはたちの悪い噂です。
れは偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。その犯人が星原さんだとおっしゃるんですか？どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。関連性って何ですか？推測に過ぎないじゃないですか。それも時と場合によります。何よ。何をイライラしてたのよ。今は重要な話をしてるのよ、神岡くん。なんで機嫌悪いか知らないけど、考え事なんかしてないでちゃんと話聞いてよね。私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。私、担当じゃないもの。なぜ七不思議なの？部長、七不思議の調査にはまだ誰も取り掛かっていないんですか？他の部員が七不思議の調査で忙しいっていうのは、私に事件の取材をやらせるための嘘だったんですね。
そうですか。でもどのみちそういう類の取材をするつもりはありませんから。それにお嬢と呼ぶのはやめてほしいと言ったはずです。そこのところはよろしく。